ライトレールの駅が出来上がってきました。見に行ってみます。1階に降りると、最初の停留場、宇都宮駅、東口。よーくベニマルで、お買い物を済ませたら、乗り込みます。第2の停留場は、東宿坊。飲み屋街に近く、お店がいっぱい。宇都宮駅、東口からは、約、300メートル。停留場は、交差点の中にあるので、横断歩道を渡って、道路の真ん中から乗り込みます。続いては、駅東公園前。交差点から北に向かうと、宇都宮駅東公園があります。ブレックスアリーナも、ここで降りるといいですね。この辺りも、飲食店が多く、お腹が空きます。道路の真ん中に線路。宇都宮市民には、まだまだ見慣れぬ光景です。この先は、国道4号の、向こう側です。4号線を乗り越えて、東側へ、やってきました。峰、ここには、駐輪場があります。無料、だと、思う、多分。宇都宮は、自転車の街。自転車に優しい街。斜めに交差しているのは、柳田街道。このまま、絹通りを進んでいきますが、この辺りも、マンション、増えました。妖刀三丁目、は、この道の南側です。この辺は、土地が低いみたい。大雨注意。続いて、ベルモールの近くまでやってきました。停留場の名前は、宇都宮大学妖刀キャンパス。です。お間違いなく。ちょっと、寄り道。ベルモールにも、ちっちゃい、ライトレールがいます。もちろん、アルパカもいるよ。ここまでが、150円。宇都宮駅から、150円は、妥当な金額、と、個人的に思います。ここの停留場、休日は、きっと混み合うことでしょう。この先、絹通りを一旦外れて、ライトレールは、絹川越えに挑みます。その2へ、続くよ。